みんな頭の中に例の事務所がこうちら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 するじゃないですか <laughs> ここだけ押さえておきましょう <laughs> 推し活はみっともないっていうことだけ押さえておきましょう <laughs> でその推し活っていうのをもうオープンにする風潮があってこれはもうこの世の中のなんか大変態時代が始まってるからそうなだけであって <laughs> ユーカリさん男性20代ですね推しのいる彼女僕は大学生で同い年の彼女がいます彼女は推しがいます ライブに行ったり推しと話すために同じ cd を十何枚買ったりするほどのファンで推しを好きとかよく言います僕は大人ぶって平気なふりをしていますがそれが嫌です推しと恋愛は違うと本人はいい僕もそれはわかっているつもりですがやはり異性を大好きと言ってたりするともやもやするし僕以外の異性のためにお金と時間を費やしていると思うと悲しいです 最近は僕にもその男性グループを好きになってほしいみたいですが僕は正直嫉ししてその推しが嫌いですこの間推しと20秒ビデオ通話するチケットを買ってテンションが上がってるのを見て嫉妬してつい拗ねた態度を取ってしまったことがありましたじゃあどうしたらいいと言われましたが何も言えませんでした推し活をやめてほしいわけではありません好きなものを取り上げられて悲しそうにしている彼女を見た,見たくないです僕はどうしたらいいのでしょうか さはい皆さんもうねあのこれね多分半年前に読むのと今読むのとで状況が変わってきてますよねだから半年ぐらい前に読む問題と今読むとみんな頭の中に例の事務所がこう <laughs> チラ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 するじゃないですか。なのでちょっとまあ変わってくると思うんですけどね。さあどうなんだろうねまああの僕は正直ですねあのこのゆうかりくんの気持ちめちゃくちゃわかるんですよ。というか。 多分ね男の人の過半数は同じじゃないかなと思うし女性の大部分も同じだと思うんですよね。あの男の過半数っていうのと女の大部分っていう差をつけたのは何でかっていうと男って自分の感感情に鈍感なところがあるんですねでこれはもう僕の持論なんですけど育てられ方のの差というのかなあの幼少期につけられたベクトルの、まあ、方向の差で転んだ時に。 痛いのを我慢すると褒められる男の子と。 人が転んだ時に同情すると褒められる女の子というふうなことで女の子は自分の体の変化に敏感になり他人の体も気遣うと褒められるっていうですねベクトル付けがもう幼少期にされる男の方は自分の体調の不良とかですね痛みみたいなものを我慢すれば我慢するほど母親から褒められるというですねベクトル付けをされるのでそれがまあ二十歳ぐらいになってですねどん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 広がってきて。 あの割と自分の感情に関しては無視できるタイプの男の人が多いし女の人はですね自分や他人の感情つまり付き合ってる男性の感情にまでなんかこう視点がいくっていうのが当たり前というかねなんかまあそれが得意な人が多いのでのでなんだろうな推しがいれば男の過半数は 嫌がり実は嫌がり女の人の、まあ、大部分は嫌がるということになるんじゃないかなと思いますでもちろん「いや平気だよ」と「いや俺そんなこと着ない私,私のこと平気です」っていう人もいるけども多分そういう人はねなんだろうなこんな,こんな数字言ってもしょうがないんだけど人口の2割もいないんじゃないかなと思うんですよね。で対処法はですねおゆかりさんに対する僕が思う対処法は理解あるふりをしないことなんですよ。 で禁止したりもしないとやめてくれとも言わなくてもいいんだけども少なくとも分かる分かるいいよいいよっていうふうに言わない理解あるふりをしないで見えないふりをしたいから協力してとお願いする。 つまりあなたに推しの言うことは分かった分かったけどもこれっきり二度と思い出したくないから <laughs> ちょっとそれ手伝ってくれっていうような言い方なのかなこれねあの自分分にににもししししがいいいて、てて相手に理解して欲しい人に分かっんんででですすけどね、皆さんの中でですね。皆さの中多分ね理解だけだったら5分の1ぐらいの確率で理解してもらえるんですけどもただその理解したとしても相手は心の中にいつも不満抱えることになるさっきも話したように。で、 理解してもらえる上に、相手が平気っていう場合もあるんですけども。まあ、僕それね、なんか二十分の一ぐらいの確率じゃないかなと思うんですよね。な,なので、あの、推し活やるんだったら、交際している場合ね、こっそりが原則で。徹底的に隠すっていうのが、まあ、本当安全だと思います。そもそも、推しというのが、まあ、あの、異性であるならば。 例えば男子の推しが女性だったりアイドルだったりアーティストだったりアニメキャラであったり女性の場合は推しが例えばそのアイドル歌手であったりアニメとかゲームのキャラであったりもそうなんですけどもそれが異性だったらそれはねリアルだろうと。 アニメだろうと、他人から見たらですよ、他人から見たら、まあ、はっきり言って、オナニーのネタと同じなんですよね。で、その、オナニーが肉体的なオナニーか、精神的なオナニーかというだけであって。他者から見ると、実は、みっともないもんなんですよ。ここだけ、押さえておきましょう。<laughs> 推し活は、みっともないということだけ、押さえておきましょう。で、その、推し活っていうのを、もう、オープンにする風潮があって、それを明るくするというふうに言ってるんですけど。これは、もう、この世の中の、なんか、大変態時代が始まってるか、そうなんだけ。 であって明るく語るとそりゃ推し活っていうのは明るく何もでも語りますけども一回それが表に出て表面化しちゃうと。 ななんだろうなそのししが結婚したりとかですねなんかトラブルがあった時にみんなここまでみっともない様をさらけ出すじゃないですかだから基本的にはなんか推し活っていうのはきれい事を言ってるんですけどもまあオナニーのネタというふうに考えた方がいいですよ。はたから見たらね自分の中ではプラトニックでしょうし自分の中では恋愛と全く違うんでしょうけどはたから見るとそんなに変わんないんですよ。で推しと恋愛が違うっていうのは本人の内部だけの問題であって。 傍から見たらその区別は無意味。無意味っていうのは区別できないじゃなくて。 意味がないっていうだけなんですけど、で、まあ、あの、なので、なのでですよ、オナニーのネタをですね、母親に見られたいとか、理解されたいなんていう人いないじゃないですか。だから、同じように、それは異常でしょ、同じようにですね、その推しを理解してほしいとか、あなたも推しを好きになってほしいというのは、自分の母親に自分のオナニーのネタを見てほしいとか、好きになってほしいというのと同じように、もともとは無理筋だと。 無理があるラインでまあたまにそこら辺なんかすごく OK な人もいてお互い推しがいておあのあのいやお互い楽しく暮らしてますよという人はいるでしょうそれはいるのは分かってますけどそれはもう自分たちのレアさというのを運の良さというのはかみしめていただくだけで結構でそれが当たり前だとかですねそうなるべきだとかそんな相手を探しなさいみたいなことはもうやめた方がいいと思います。ということで,ですねゆうかりさんはですねあの彼女に推しがいるという部分だけ理解すれば大丈夫であとは 分かりましたあの僕そういうの我慢できないたちだから隠してくださいと無理やり大人ぶるつもりはありませんがもし僕があなたが推し活してるのが平気になることがあればそれはあなたに関して恋愛感情がほぼなくなった時でしょうから例えばあなたと別れるともうあなたの推し活全然応援できますというふうにですね正直に言ってあげたらいいんではないでしょうか。 僕あの生まれた時にですね心臓に先天的な血管があってもうほぼほぼ8割の確率で。 でで死ぬっていう,ふうに言われたんですよ、ね、心臓が激しく打つことによって死ぬわけだから要するに泣かさなければいいと,ということでうちの母親はそこからもう本当に2年ぐらい寝てないそうですねとにかく僕は一瞬でも泣きかけたらすぐにあやしてあやしてあやしてっていうのをやってくれたんでですねまあそれでまあ僕は生きてるんですけどもいや、ね、すいません今のコメントでこんな立派なサイコパスになってって書いてあって。<laughs> ま,まあその通りですよね愛を過剰に受けるとサイコパスになるんですけどね。<laughs>